いきましょう。ソビエトのアンナ・コンドラショーワです。アンナ・コンドラショーワ、ソビエトです。ヨーロッパ選手権ではやはりこのソビエトの女子のシングルというのはかなりの力を出してきてはいるんですけれども、何しろビットがいますからね。そうですね、ちょっと珍しいとこ、これは去年と同じコスチュームと同じ曲。ああ、そうですね。普通はオリンピックやとなるとね、かなり力入れるんですけどもね。はい、ちょっと両足になっちゃいましたね。ダブルアクセルは高くて綺麗です。高いジャンプでしたね。このトリプルサルコーのシークエンスジャンプとてもいいです。はい、多分トリプルループを飛ぼうと思ったと思うんですけど、ちょっとタイミング外れたんでしょうかね。すっぽ抜けって感じでしたね。コミカルな動きも入れて彼女独特の振り付けを見せます。時の笑顔がとても綺麗ですね。はい、165センチ、非常に優雅な雰囲気を称えたこのコンドラショーワ。彼女のトリプルトーループも綺麗です。先にご覧いただいたキラ・イワノワとは逆にコンパルソリーショートプログラムが多少苦手で、フリーではカバーするんですけれども、どうもトップ争いまでまだ加われないというこのコンドラショーワです。ドーミノルちゃんにとっては強敵なライバルだと思いますよ。ああ、キャットのこの辺りが、はい、はい、昨年の世界選手権ではショートプログラム、あのトリプルトーループを失敗して、それからもずっと精彩なく大会終わってしまったこのコンドラショーワですが、今年はオリンピック世界選手権を控えています。今のはトリプルサルコのスパ抜けですね。後半になってきますと、やはりちょっと疲れが出てるせいか、着地がちょっとぶれますね、はい、でもスピードは落ちてないみたいで頑張ってます。とてもユニークな人間。そうでしたね。今年22歳、ソビエトのアンナ・コンドラショーワの演技をご覧いただきました。チェコのプラハにありますスポーツホール、ほとんどぎっしり超満員のこのスタンドから大きな拍手をもらったアンナ・コンドラショーワですが、結局フリーの演技ではキラ・イワノワを超えまして、3位に入賞いたしました。
その演技をもう一度スローモーションでご覧いただきましょう。これが最後にちょっとすっぽ抜けたトリプルサルコですね。はい、なかなか非常にこう優雅な雰囲気を称えたスケーターだと思うんですが、課題はやはりこのジャンプなんでしょうかね。そうですね。でもまあ強い方だと思うんですけどね。そうですか。高さと切れ味はとってもいいと思うんですけど、今のはトリプルトーループ。今年もこのヨーロッパ選手権、ご覧のようにカタリナ・ビットが優勝いたしました。